バニラコのこのクッションファンでこれ買いました。19番、キスミーっていうブランドのリップ買います。こんな感じのかわいいオレンジと赤を買いました。手にも塗ったんだけどね、取っても全然取れない。すごくない？重い。いっぱい買いました。イエーイ。パックとかいろんな種類の気になってるパック、美白系主に、あとロングテイクの私が大好きなシャンプーの香水が出てたので、香水とかカロリーカットとか、これ大好きな洗顔のフォームタイプ、腸内環境を良くするやつとか、リップとか買いました。薬局でニキビの薬買いました。ニキビ跡とかになったやつで、これが炎症中のニキビで、これがなんか毛穴に詰まったニキビみたいで、これが色素沈着で、これ保湿剤のステロイド入ってるやつと、ステロイド入ってないやつみたいな感じ。めっちゃいいねこれ、お土産とかにもいいわ。じゃじゃーん、乾杯。イエーイ。私たちのテーブルはこのメンバー構成で。はい、そっちのテーブルはミサトとカズホとカオリンです。イエーイ。失礼します。ムービーです。イエーイ。すごい。乾杯。イエーイ。2杯目。イエーイ。おはようございます。はい、では今9時なんですけど、ヘアメイクに向かってます。めっちゃ朝早い。やばいね。私たちの予約した時間がねちょっと早かったんですけど、9時半とかだから、ね、はい、美里さん寝起きで行ってきまーす。行ってきまーす。スタジオ移動してきました。今からプロフィール撮影です。はい、もうバッタバタでおでん食べます。今日初めてのご飯。うん、めっちゃ美味しい。美味しい。マジお腹空いた。やばいね。うん。かわいい、めっちゃかわいい。じゃじゃん、スケジュール来ました。ソンス店。寒い、足が寒い。イエーイ、みきちゃんしてあった。今日は11月生まれの誕生日会ということで、自分たちで自分たちの誕生日をお祝いします。はい、はい、おめでたいということで、あのみきちゃん、同じ日誕生日のみきちゃんもいます。ハッピーバースデー私たち。ケーキーどんな感じ？かわいい。ケーキがかわいすぎる。パスタとめっちゃいい匂いする。いや、ピザピザ、おいしそう。せーの、乾杯。ご飯来ていろいろ食べてます。ピザ幸せ。うん、やっとご飯食べれてマジで幸せ。うん、美味しいね。うん。1軒目来ました。2軒目は何ですか？なんかお酒、お酒入った居酒屋。ありがとう。美味しそう。スタサービス来たんだけど、2個目の
作ってるお酒だって。ハムさんみーたーん。そっちのテーブル飲み足りてないからサービスらしい。え？乾杯。大好きな四丁四派に来ました。飲みの後の四丁四派のあのユケビビンバがマジで天国、死ぬ前に食べたいご飯ぐらい美味しくて、しかもさ、ルナ今日朝9時からメイクしたんだけど全くよれてない、すごくね。すごい。大好きなユケビビンバを頼みました。このユッケがここに入ってて、こうやってやって、それでこう混ぜる。混ぜるんだけど、それにこの天ちゃんチゲがついてくる。食べるね。いただきます。おにおに。おに、天ちゃんチゲのやつ。いかばしの瞬間、いただきます。二日酔いでチベタク来ました。こんな感じです。日本語メニューあった。なんかね、チーズとか乗ってるやつもあるんだけど、普通のやつが好き。来ました。めっちゃ美味しそう。たまらん。これマジで美味しいから、本当に美味しいから。これ部屋が潰れる。いただきます。やばい、え、顔やばい。食べよう。大好きこれ。うん、あうまっ。うん、やばい、うん、やばいわ。最高、やばい。うますぎ。買い物インスタファンクに。かわいい。そう、りょうこ好きそう。じゃ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 ーん。ピアス買いました。すごいいっぱいあった。それでワンちゃんもいました。そのお店行きたかったとこ。この後は買いました。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い洋服多かった。アスクジョンにあります。バッタラ716。買いました。5万円ぐらいしたんだけど、このキラキー可愛かったけど。はい、こんな感じでみんなも来てみてね。どこでしょう。スーパーってこれって言われたよ。フードマーケット書いてあるね。行ってみよう、こっちから。え、高級じゃん。絶対高級だよ。普通に成城石井的な感じかな。うん、ありそう。なんか質のいいものがありそう。見たいと思います。ようことスーパーで買い物しました。めっちゃ買った。今から食べるものとか自分であの持って帰るものとかいろいろ買いました。めっちゃ重い。やばい、もう重すぎ。もう9時過ぎて24時間のご飯屋に来ました。みんなボサボサです。
二日酔いは済んでるんだよ。あ、これこれ、初めて食べる。最高、たっとりタンにホルモン入ってるやつ、美味しそう。いただきます。うん、古戦久々に来ました。夜カフェ、昨日はめっちゃみんな飲んでたのに、これじゃーん、これが美味しいやつ、めっちゃ美味しい。アイスと餅、下に餅があって、美味しいよ、絶対。うわぁ、食べたかった。一人でご飯食べに来たんだけど、荷物重すぎる、やばい。ハンジャンケジャンね、なんかね、2ピースからって書いてあるんだけど、あの1個から頼めました。1個と、あと大好きな三ナクチ頼みました。顔なんか赤い。三ナクチ食べたくて頼んだんだけど、一人でこの量めっちゃ多くない？これがめっちゃ美味しい。はい、最後に彼氏がなんか買ってきてほしいやつがあるらしくて、オリーブヤング来ました。